今日はお仕事終わりにフェイシャルエステにやってまいりました。いつもお世話になっているところなので今日もしっかりやってまいります。よろしくお願いします。いつもお世話になってるねねさんです。お願いします。お願いします。クレンジングからやってもらってます。ソフトタッチ。そうですよね、優しい。いつも寝てしまう。ここでもなんか皆さん眠たくなるって方多いです。やっぱ多いですよね。はい、触れてるだけなんですけど、それだけでも気ぃついたら終わってるっていう、はい、幸せな時間。そうですよね。終わって今から帰ります。もうなんかお肌もちもちにしてもらいました。これで当日まで頑張ってスキンケアします。今日はネイルにやってまいりました。ほぼお任せにしようと思います。ブライダルネイル、どんなにしようかな。初登場です。ジュリさんです。イエーイ。前の職場で一緒だった森脇ジュリナさんです。ぜひもう最強に可愛いネイルをしてくれるので、はい、ぜひインスタの方をチェックしてみてください。はい、お願いします。素敵空間で、ここにもアクセサリーが可愛い並んでたり、インテリアも素敵です。可愛い。楽しみ楽しみにしてて。職人、素材ができました。見てください。かわいい。もうキュッキラン。完成しました。キラキラ、綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じ。いい感じ。あ、来たぞ。チルチル。これでバッチリいけそう。バッチリいけそう。頑張れよ。私も参戦しますので。あ、そうや。来てくれます。はい。またね。バイビー。はい。今日大阪に着いてカラーにやってまいりました。なこちゃんはおばあちゃんに見てもらってます。お願いします。止めてもらいます。お願いします。今から染めてもらいます。お任せで、暗すぎず明るすぎずで染めてもらいます。楽しみ。で、二次会のヘアアレンジもともこさんがやってくれるので、あのどんなお姿かイメージをしてもらってました。とても楽しみです。パプマ飲んでます。おすすめ豆腐スムージーです。調整。さらー。あ、ともこさんがありがとうございます。おはようございます。今日は一日美容詰め込みです。今日は朝からまつげと、お昼からエステで、夜はデコルテの EMS、ESM、EMS みたいな機械を当てに行きます。もう最後の美容ですね。はい、こんな感じで今日は一日すっぴんで過ごしたいと思います。でも嬉しい一日ですね、美容をこんなに詰めれるという。はい、では最後の仕上げに行ってまいります。来ました。お願いします。今日2人、2人、そうだよ。イエイ、かわいい。
お願いします。まつげと眉毛やってもらいます。お願いします。久々の出演です、ね、確かにめっちゃ久しぶり。皆さん、なおさんです。ドキドキバッチリしてもらいます。バッチリ整えてもらいました。めっちゃ綺麗に眉毛もワックスしてもらって、まつげもバッチリ上げてもらいました。なおさん、ありがとう。めっちゃ2時間近くずっと爆睡してました。最高に気持ちよく寝れた。これで当日迎えれそうです。ありがとうございます。いつもお世話になってるおんま、はい、今日もいい感じにしてもらいました。もともと綺麗なんだ、ありがとう、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。また来ます、はい、またよろしくお願いします。お母さんと旦那さんと使ってってパックもくれました。いつも優しい。使おう。2時間ほど全身のエステを受けてきました。いつもお世話になってるあのエステサロンで、オンマが面白くてめっちゃ技術も最高で、あ、大阪に住んでた時は本当に月に1回は行ってました。仕事終わりとかに、まあ、堀江にあるので近くなんで仕事終わりに行ったりとかして、いつもお世話になってて、で大阪帰ってくるたびによく行ってました。はい、で式の直前も任せてって感じだったのでお世話になりました。でパックももらって、夜みんなでパックして寝てねっていうことで、では次は今からは式場に行って準備したりします。行ってきます。明日が結婚式となりました。今はお風呂にゆっくり浸かってあのパックをしてます。今日はいろいろ詰め込んだので、最後にちょっと取れなかったんですけど、いつも行ってる針整体でなんかこのデコルテをきれいにしてくれるやつやってくれたりとか、肩甲骨をゴリゴリに出してくれたりとか、あのストレッチもしてもらったので万全な状態で迎えれそうです。で今はパックして、この呼吸、いつも使ってる顔とかボディに使えるオイルを肩とか腕とかに塗っております。はい、それでは明日に備えて寝ようと思います。では、おやすみなさい。楽しみます。